本日は2022年北京フォーラムにお招きいただき誠にありがとうございます。早稲田大学総長の田中愛次です。皆様と一同に会し、今回のテーマである文明の調和と人類の繁栄、文明社会の未来の競争、信頼、対話、協力について意見交換できることを大変嬉しく思います。21世紀を迎えて瞬く間に二十数年が経ちました。 当初、我々が描いていてた理想像には程遠く、世界各地で民族間宗教間の紛争が絶えず環境破壊エネルギー不足食糧問題等課題が山積されておりますみんなで力を合わせて対処しなければ到底解決できないものばかりだと分かっていながらも世界は必ずしも一枚岩ではないという現実が我々の前に突きつけられております。このような難局を迎えた、 今こそ本日のテーマについて皆様と一緒に頭をひねり知恵を出し合うことに大きな意義を感じています。さて信頼対話協力を通して人類文明の未来の競争を実現するには我々高等教育界に何ができるのかを考えた結果本学は w a s t ョ v i s i o n 1 5 0 b e y o n d という長期戦略の実現を通して 真のグローバルリーダーを育成し世界へ貢献する大学を目指すことにしました。本日は本学の目指している方向性、その意味合い、具体的な取り組みを皆様と共有させていただきたいと思います。早稲田大学は1882年に大熊重信校によって創立された私立大学です。今年は創立140周年を迎えました。 私は2006年から教務部長教務担当理事グローバルエデュケーションセンター所長を歴任しさまざまな立場から弾薬改革に関わってまいりました今年9月から総長としての2期目がスタートしこれから4年をかけて近い将来に誰もが学びたい学び屋へと成長し世界の一流弾薬に誤する研究型弾薬を築き上げたいと考えております マスタビジョン150は鎌田前総長の時代2012年に制定されましたそれは見学150周年にあたる2030年の時にすなわちその当時から20年後のマスターのあるべき姿を示したものです私はこのビジョンを継承し13の革新戦略と45のプロジェクトに分割して学内の組織横断型チームを作り前例ない 大変革を進めております。さらに、大隈クマシ部校が掲げた学問の独立、学問の活用、模範国民の増収という三大教授に新しい時代の息吹を吹き込み、研究のわすだ、教育のわすだ、貢献のわすだに言い換えました。とりわけ、貢献のわすだは、一心一家一国のためのみならずという創立者の理念の下、 見学当初から利他的な精神を重んじ全世界全人類への貢献を行動指針として貫いています。また総大生にはぜひ学んでほしいことはたくましい知性しなやかな感性と響き合う理性です。コロナ禍環境破壊気候変動国際格差社会分断など答えのないあるいは答えが一つとは限らない問題がたくさんあります。これらの 問題にに果敢に挑戦し自分の解決策を考えるたくましい知性を大学時代に身につけてほしいのですしなやかな感性とは民族国籍文化宗教価値観性別障害などさまざまな違いに対し敬意を持ってインクルージョンな考え方を持つ感性です比較的柔軟性の高い20年最大 全般に持つことが重要ですもう一つ仲間と切磋琢磨して互いの思考が共鳴することで高め合える響き合う理性がキャンパスの至るところで溢れていることが望ましいのですなぜ今 What's the vision? 150 and beyond が必要なのでしょうか一言で言えば日本と日本の資学がこれまでにない危機に直面しているからです日本はバブル 経済崩壊後、長い間経済が低迷し、世界で起きている様々な変革に乗り遅れています。特に、デジタルトランスフォーメーションの進展に大きく立ち遅れていると懸念されております。さらに、追い打ちをかけるように、日本の18歳人口が長期的に減少傾向にあることが、人口統計学的に明らかとなっています。かつて、 東アジア全体の経済発展を牽引した日本の競争力ですが1990年代半ばごろから低下の一途をたどってきました日本の教育は依然として中東教育の後期から文系と理系に分けており大学でもその書き手が続くままでは世界的なデジタルトランスフォーメーションの波にどんどん乗り遅れてしまうことでしょう失われた30年を取り戻すことが 困難だと言われるほどですこれが日本の私学にととっってて大きなな課題となっています日本の18歳人口の推移に目を向けますと2012年時点で120万人いましたが2050年にはその3分の2の80万人へと激減します大学受験率は約50%ですので2012年の受験者数は 60万人でしたが、この受験率が変わらなければ、2050年度には40万人に減少します。この状況において、日本の国力をいかに維持できるのか、どうやって世界と競争できるのかが大きな関心事です。こうした状況に対応するため、本学は様々な準備をしてきました。特に学問を習得するために必要なアカデミックツールと、 実社会に出るときに通用するツールに分けて基盤教育を整備しました本学の教育プログラムは学生の学習効果を高められたのか常に反省しましたそれぞれの学生の特徴に合わせた教育を施し学習効果まで検証する必要があると痛感しましたまた早稲田大学生全員にグローバルリーダーになってほしいと考えています活躍の場は 大きな国際舞台でも小さな村でも構いませんグローバルな視点を持って世界人類のために仕事をする機会が大事です社会に通用する教育プログラムを提供するために従来のオープン教育センターを改装してグローバルエデュケーションセンターを新設しました英語または日本語ライティング数学的思考データサイエンス情報科学等の基本となる カリキュラムを共通科目として設置し多くの早稲田生に受講してもらっています2021年11月1日に早稲田大学はカーボンニュートラル宣言をしました日本では188大学及び研究機関が参加してカーボンニュートラル達成に貢献する 大学等コアリションを立ち上げそれぞれの取り組みの情報発信と共有を図っていますほとんどの機関はキャンパス内のカーボンニュートラルにとどまっているのに対し本学は研究推進人材育成社会貢献の三位一体によるカーボンニュートラルの実現を目指しています早稲田大学では優位性の高い研究力をカーボンニュートラル研究のもとに結集しています とりわけ情報科学 AI ロボット工学ナノテクノロジーの3分野はいずれも伝統があり日本の同領域の発展をリードしてきたとい,う意味を持っていますいくつかの実例をご紹介しますと本学の林康弘教授はスマートシティ研究の第一人者でありナノテクノロジーの本間隆之教授と連携しえシティ・ 町全体のスマート化を設計して電力消費の最小化を図っていますまた文部科学省の卓越大学院プログラムに採択された早稲田のパワーエネルギープロフェッショナル育成プログラム PEP では再生エネルギーの研究が進められており水の分子を分解して水素を取り出し水素エネルギーを作っていますさらに環境経済学や環境法などの分野も関わり 分離を問わず全額の研究力をカーボンニュートラルに結集して取り組んでいます。この取り組みは世代間の対立と利害を緩和するものになると自負しております。2022年、私が総長を廃めした時に始めたマスタービジョン150ネクストステージからマスタービジョン150アンドビヨンドに移行し。 現在の18歳人口が3分の2に減少する2050年に向けて新たなスタートを切りました。私が在任するこれからの4年間をかけてそのロードマップ作成に注力いたします。時間軸に達成する目標の羅列だけではなくそこにたどり着くための戦略、方法論を盛り込み様々な可能性をとことん追求していきます。最後に。 政大工の総長として過去4年間の経験を踏まえて人類文明の競争についての所感を述べさせていただきます私たち人類はかつて自然との共存を大切にして生きてきましたそこでたくさんの知恵が生まれそれとともに自然への感謝を忘れないことが大切だと代々引き継がれてきましたしかし近代の科学進歩によりかつてない社会の繁栄 高度な文明が築かれましたが経済の発展のための自然破壊が黙認され自然災害が多発するようになりましたここで今一度立ち止まってかけがえのない自然を守り自然に対する畏敬の念を持って接する素直な考えとともに近代科学技術や先人の知見を後世に使えていくことこそ今高等教育世界 全体に課せられた責務ではないかと思います北京フォーラムは学術的なフォーラムとして定着し今後も貴重な学術的知見の発信地であることは間違いありません。ここで得られた知見を教育現場に持ち帰り若い世代に引き継ぎこうして生まれた小さな火種はいずれ火の群れとなり文明社会の未来を明るく照らすでしょう。2022年北京フォーラムは 成功論2に収められることを記念し、私の講演とさせていただきます。本日はご清聴ありがとうございました。